トルク X01 の基本的な操作方法をご説明します。電源をオンにするには本体右上部の電源中和キーを1秒以上長押しします。発進ペアキーを押すとペア登録した連絡先が表示されます。ペア登録設定方法は別動画でご覧いただけます。待ち受け画面でセンターキーを押すとメインメニューが表示されます。カスタマイズキーは割り当てられたアプリを起動します。カスタマイズキーの詳しい設定方法は別動画をご覧ください。特定のアプリ起動時に F3 を1秒以上長押しするとポインターのオン・オフが切り替えられます。矢印が表示されているときにポインターを使用できます。カーソルキーを押しポインターを移動します。センターキーを長押しすると十字が表示されます。カーソルキーでスクロールができます。マナーシャッターキーを1秒以上長押しするとマナーモードを設定解除できます。詳しくは別動画でご覧ください。閉じた状態でマナーシャッターキーを押すとサブディスプレイの点灯、表示の切り替えができます。カメラ起動時にマナーシャッターキーを押すとシャッターを切れます。シャープを2秒以上長押しするとブザーが鳴ります。いずれタブキーを押すとブザーを止めることができます。